はい。ということで、今日もですね、フワちゃんの安子に対する誹謗中傷投稿の鬼炎上って感じですかね。で、今日もですね、いろんな情報出てるんですよね。で、今日はですね、例えばですね、Google が訴訟にですね、動き出す話とか、で、そしてですね、そうなるとね、これ、フワちゃんのギャラとか貯金では、やっぱりね、自己破産確実って話とか、で、これね、具体的にですね、違約金がいくらになるのかって話出てましたね。で、あとはですね、フワちゃんがなんとですね、家庭科の教科書になる予定だったのが取り消しになったりとか、そしてあとですね、 フワちゃんがですね、直接安子に会って謝ったらしいんですけれども、ただこれを安子がね、許してない、そのね、理由が判明したって話とか、あとね、フワちゃんの YouTube に変化でって話ですからね。まあ、他にもね、いろいろあります。はい、じゃあまずこれね、概要説明ですけれども、これはね、この経緯、この話を知ってる人は1分4秒問わしててください。こんなことが起こりましたね。はい。で、まずこれがですね、8月4日の夜に Twitter でいきなりね、これがバズってました。これね、フワちゃんですね。フワちゃんのツイート。 本当にすみません。今ここで皆さんに報告することではないのですが、言っちゃいけないことを言って、傷つけてしまいました。ご本人に直接謝ります。って言ってんですよね。で、これね、何かと思ったら、フワちゃんがね、あるツイートを追消ししていて、それはこれなんですよね。これ。まずこれ、安子さんが、靖子オリンピック生きてるだけで偉いので、皆優勝でーすって言って、まあオリンピックをね、ちょっとオリンピックを褒めたたえるみたいなね。で、それを引用してですね、お前は偉くないので、死んでください。予選敗退でーすって言ってるっていうね。 で、これがね、なんでこんなにちょっとね、とんでもない、LINE を超えた投稿したかっていうと、これね、ふわちゃんが Twitter の裏垢で投稿しようとしてたのを、これね、間違ってね、表のアカウントにしたんじゃないかって言われてるんですよね。で、す子さんがですね、これにはちょっとたまらず、一言ですね、とっても悲しいとだけ言ってるんですよね。まあそういったことが起こったと。で、今これでですね、ちょっともう尋常じゃないぐらい燃えてるってね、ふわちゃんが。これでもですね、数え切れないぐらいの記事が出てるんですよね。 はい。ってことだったんですけど。で、今日まずですね、これね、今回ね、鬼援助してるんですけれども、もうね、さっきちょっと言いましたよね。これ、フワちゃんといえばね、YouTube から出てきたんですけれども、ただね、そこに、フワちゃんに対するやばいコメントっていうのが、すごい YouTube についてるんですよ。コメント欄やばいっていう。それで、本日ですね、そのね、YouTube のコメント欄が閉鎖されましたね。でですね、もうね、それだけ燃えてるんで、そういうことで、これ、まさかの計画も中止になったんですよね。それが、これね、まあ、もともとね、ちょっとまさかの計画ですけど、それがね、まさかの、これなんですよ、これ。 で、これね、何かっていうと、これが何でもですね、実はね、2025年度の中学校の家庭科の教科書らしいんですよね。だからこれ、ここいますよね。なんとそこにフワちゃんが掲載予定だったっていう。何でもこれがですね、自分らしさや個性を表す人として、タレントの渡辺直美さんとともに起用っていうね、横いますよね。まあでもこれね、今あった自分らしさとかってそういうのって、これもう、わがままとかね、失礼と紙一つですからね。ちなみにね、これね、 教科書掲載っていうのは今年のね、3月に、ふわちゃん自身がツイッターで報告していたと。あとですね、これね、教科書を作った担当者の人が取材を受けていてですね、こう言ってます。今回のことに関して、本当にびっくりしました。まさか、こんなひどい言葉を他人へと向けて使う人だとは思ってませんでした。すぐに教科書から削除したいと思いました。って言ってんですよね。いや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 。なんかね、使えそうな人ですよね、むしろね。で、ただこれね、やっぱりね、今言ったようにちょっと言われてるのが、今回の件がなくても、ふわちゃんは教科書にね、 載せるべき人じゃないっていうように、すごいね、言われてんですよね。まあ、これね、これ教科書ですからね、子供の教育にね、いいわけがないですよね。だってこれね、企業とかもですね、ふわちゃん使ってて、今ね、いろいろ言われてるのに、まさかね、教科書はね、余計ダメだろうってよね。はい。で、そうして、じゃあこっちのね、そのね、企業の方はというと、こっちもさらにですね、言われ始めたのが、ふわちゃんが出ていた、Google のスマートフォンの Google Pixel ですけれども、これのね、CM がダメになりましたよね。で、これね、何度とか言ってますけれども、今回ね、タイミングが最悪ってことで、だからアメリカでもですね、 数日後にですね、Google Pixel の新機種の発表会があって、で、その後すぐですね、日本でもね、やるはずだったと言われてるんですよね。だからね、そのね、やるはずだったイベントから、あとね、フワちゃんが疲れてただろう、反則物も、全部ね、ダメになったんじゃないかと言われていて、で、今ね、さらに言われ始めたのが、こんな感じです。読んできます。気になるのが医薬品です。騒動を起こした SNS とスマホというのは、親和性が高く、フワちゃんが商品の価値を低下させたと、Google 側が判断したら、莫大な金額を請求される可能性があります。 しかも、欧米企業は日本企業と比べかなりドライですからね。芸能プロダクションに所属していれば、事務所が一旦違約金を肩代わりし、その後タレントが働いて返していくという方法が取れますが、彼女の場合は不利ですから、すべてフワちゃんが責任を持って対応しないといけないでしょうね。てんてんてんっていうね、言われてるっていう。で、これがですね、今あったように、イメージを低下させたとして、最悪ね、訴訟されるんじゃないかってね、言われ始めてんですよ。もちろんこれね、定かじゃないんですけれども。まあでもこれ、確かにですね、イメージはね、ちょっとね、悪くなったかもしれないですよね。 な、これね、Google Pixel の機能の消しゴムマジック。これ、話題になってますよね。これですね、安子の誹謗中傷追いと、フワちゃんがですね、追消ししたんで、だからそれをですね、Google の消しゴムマジックで消したんじゃないかって言われてるんですよね。あと、他にもですね、フワちゃん自身が消しゴムマジックで消されたとかって言われてますよね。ま、あなんかね、すごい、いろいろ使われてるんですよね。で、でですね、これね、違約金がいくらなのかの話題出てるんですよ。これね、こんな記述が読んできますね。不倫などのスキャンダルで芸能人やその所属事務所が企業側に 違約金を支払うという報道が多い。一般論として、これはどのような契約内容、仕組みになっているのか。牧野氏。これだからね、弁護士の人でしょうね。この人がですね、違約金とは契約違反があった場合に、企業やタレントが相手に支払う、損害賠償金の予定額を指すが、タレントに支払われる契約金の2から5倍が規定されることが多いとされる。らしいんですよね。で、ただこのね、今あったね、契約金ってのは、これギャラのことなんですかねね。何でしょうね。僕ちょっとわかんなかったんですよ。ただこれね、ネット上で言われてるのが、これね、今ね、 フワちゃんの CM のギャラっていうのは2000万円として、まあこれね、全然ね、ありえるかなと思うんですけれども。で、ということはですね、これね、そこに2から5倍かけるってことになるんで、そうするとね、4000万円から1億円のこれ、医薬金ってことになるんですよ。で、これはですね、もちろんね、Google Pixel だけの話で、例えばね、過去にですね、不祥事を起こしたタレントが払った医薬金の合計があるんですよ。こんな感じ。まあこれもですね、ちょっと詳細な打ち上げとか載ってなかったんですけど、でもこれ最低でもね、1億円ってことだったら、やっぱりフワちゃんとかも全然ね、1億円とか全然ありそうですよね。 で、そんなところちょっとですね、フワちゃんに支払い能力あるかってなるんですけれども、これがですね、2022年でちょっと古いんですけれども、これね、フワちゃんが貯金額を公開してるんですよね。こんな感じっていう。まあだからだいたいですね、1300万円くらいあるっていうね。で、これね、なんかフワちゃんね、年収が2300万円とも言われてるんですけれども、だからそうなるとね、手取りが1500万円くらいなんですよ。だからね、それってね、適当に使ってるとね、なくなる金額なんですよね。 まあ、で、あとはあれですよね。そこらね、フワちゃんのギャラってのもね、上がってなそうですからね。で、そうなると、やっぱこの、ね、さっきやったね、最低でも1億円あるとすると、医薬金払えないかもしれないですよね。で、今ね、フワちゃんはフリーでね、肩代わりする事務所もないんで、だからね、今ね、自己破産病読みって言われてんですよね。まあ、言われてるですけれども。ちなみにね、フワちゃんの家賃っていうと、16万円だそうですね。そして、あとですね、これちょっとね、これもバズってたんですけれども、何かっていうと、これね、ちょっと面白かったんですよ。フワちゃんが今回ね、o o グルを怒らせてるんですけれども、これね、 Google が怒った本当の理由ってあるんですよ。これバズってんですよ。これが、これって言われてます、これ。本当にすいません、どの子の子の。まあ、これだからね、安子に謝ったメッセージですよね。で、これが原因って言うと、え、どういうことって思うんじゃないですか。そしたらこれが、この部分。この下の部分です、これ。ありますよね。1.6億の右の方です、これ。Twitter for iPhone って書いてるってね。わかりますこれ。これだからね、ツールを使えば見れるんですよ。ツイートが、 どの機種だから iPhone なのか Android なのか見れるんですよね。で、だからこれ、フワちゃんですね。なんとこれ、これね、謝罪ツイート、iPhone でしてるんですよ。だからおそらくね、フワちゃんっていうと、Google Pixel の CM 出てるんですけど、iPhone ユーザーだったっていうね、そんな感じなんですよ。これで Google がね、激怒って言われてるんですよね。もちろんね、多分冗談だと思うんですけれども。でもこれね、まあそうは言ってもね、いやこれ、うーん、まあ、怒るは怒りますよね。こういうのってスポンサーって。でしょ、これね、去年の4月にフワちゃんがこんなツイートしてるんですよ。私の名前はフワちゃんです。 Google Pixel 使ってます。本人です。ってやってるっていね。まあ、でもこれね、ふわちゃんね、2022年から CM やってるのに。だからね、Google Pixel の CM やってるのに。でもね、今でもね、iPhone ユーザーだったっていうね。ちょっとね、うーんって感じですよね。まあ、Google ね、いくらか怒るでしょうね。はい。そして次はですね、今ちょっと話題なのが、一部ね、スポーツ新聞と週刊誌で言われてるのが、実はこれ、ふわちゃんですね、もうね、すでに安子に会って謝罪をしてると。で、これがですね、炎上したのが8月4日で、でですね、翌日の5日にですね、 関係者を通じて、安子のスケジュールを聞いて、でですね、そのね、仕事現場に、だから翌日の8月6日に、仕事現場です。出向いて、謝罪したそうです。それ出てるんですよね。で、ただこれね、これでね、逆に言われたことがあるんですよ。何かっていうと、そうなんですよ。じゃあこれね、直接会って謝ったんだったら、なぜ安子はそれをね、SNS とかに投稿しないのかって、許しましたとかってね。だってね、出してない。まあ、許してたら出しますよね。それで、安子はね、何も言わないんで、許してないんじゃないのか、と言われてるんですよね。 ただ僕ちょっとね、僕ちょっとね、違うかもって思ってて、それは違うんじゃないかと思ってて、ちょっとね、深読みかもしれませんけれども、僕はね、ちょっと不可解なこと二つあるんですけども、一つ目はですね、これ、やっぱね、フワちゃんがなぜこの件に関して説明しないのか。で、もっとね、もっと不思議なのが、今言ったね、ヤスコが許したと表明してないですよね。それはなんでなのか。これちょっと不思議なんですよね。だってこれ、ヤスコはですね、今日もね、生放送とかで出てるのに、これだけね、事件になってるのに、共演者もね、触れてこないし、そしてね、本人も何も言わないんですよ。 そして、SNS でも言わないですよね。だからね、そこから考えると、これ逆にですね、24時間テレビとか、その後のね、行列のできる相談所とかで、やっぱりこれね、気持ち悪い仲直りをすることになってる。だから、それまでね、二人ともね、何も言わないのかなと、ちょっと考えすぎですからね。ただね、ちょっとね、あと出てたのが、フワちゃんはですね、今ね、SNS で,再度です、ね、サイドレス謝罪文を投稿するっていう、そういったね、調整中で出てましたね。で、あとですね、活動の自粛ってのは考えてないとも出てましたね。はい、そして、で、さらにですね、 今ね、こう、謝罪堂のコーフワちゃんが再度ですね、謝罪する殿のコってありましたけれども、ここで注目されているのが、こっちょっとね、読んできます。何かっていうと、これね、過去にですね、フワちゃんと友達の A マターのカノンさんの発言なんですよ。まあこれね、フワちゃんがね、大炎上した日、その日もね、一緒にね、海水浴行ってましたよね。でこれね、カノンさんがですね、こんなこと言ってるって感じなんですけど、こんな感じです。2022年8月26日に情報サイト、ブック版で公開されたカノンさんのインタビューです。カノンさんはフワちゃんについて、 何かを失った人間の中で一番最強だったと語っています。ライブのリハーサルでふざけてたフワちゃんはマネージャーから怒られ反省文を書きますがあまりにも完璧な仕上がり、その際、まずは謝罪文、そして怒られたことを反省している文、それに加えて悪いことと気づけなかった自分の認識の甘さすらも反省している文の三段構えが効果的でこれを普段とは違う丁寧な筆致で綴る。と心ない謝罪の具体的なテクニックまで明かしてたのです。って言ってるんですよね。だからね、ってことはね、フワちゃんがすごいね、 誤り慣れてるってことなんですよ。だからね、フワちゃん昔からやらかしまくっていて、そしてですね、心が入ってない謝罪に慣れてるってことなんですよ。まあでもね、だからこそ今もね、やらかしまくってるんじゃないかと。だからね、心ないからずっとね、変わらず、まあ心ない謝罪だから変わらないんじゃないかって言われてるんですよね。ってことはね、今回ね、安子の謝罪、これね、もう一回するかもしれませんけれども、でもね、これね、信じてもらえるのかって感じですよね。そしてあとはですね、これね、8月の11日放送の行列のできる相談所ですけれども、だからね、 フワちゃんレギュラーですよね。で、これがですね、日本テレビに問い合わせると、ラインナップ変更の予定はありません。って言ってんですよね。ただね、そうは言いつつもこう言ってんですよ。出演シーンのカットなどの可能性については、シーンの扱いは番組の編集方針によるものになるので、放送をご覧ください。って言ってんですよ。た多分ね、何かしらカットするんでしょうね。多分これね、極力フワちゃんのね、発言シーンをカットするって言われてんですよね。だってこれね、本当にね、何も買えないんだったら、これフワちゃんのね、今後の必要なんて聞かれて、それに対して日本テレビはですね、 18日以降の放送については検討中です。とはね、言わないですよね。でもそう言ってんですよね。はい。そして、あとこれ最後かな。これがですね、今ね、行列の呪いって言われてるんですよ。何かっていうと、これなんですよ、これ。しんすけ、宮や渡こ、ふわちゃんと、行列レギュラーメンバーが次々やらかしていく中、一番を祥事していかしそうな東野が無傷なの怖すぎるって言われてるんですよ。<laughs> でもね、僕ね、前言いましたよね。だからこれね、もう今ね、どんどんね、時代が変わって、いろんな基準とかね、 コンプライアンスとか変わるじゃないですか。それでいろんな芸人がですね、淘汰されるんですよ。そして最後にですね、天下取ってるのは東野じゃないかって言いましたよね。そんな感じってよね。はい。ということで今日はですね、こんなところでございます。